留学に来て一番変わったなって思う。いろんな国行っていろいろ変わったと思うんですけど、うん、特にこれ変わったな私とか僕みたいな、まあ言語ができるようになったとか、いろんな人と話せるようになって世界が広がったとか、まあよく留学のこうパンフレットとかにこうグローバルスタンダードでとかいろいろもう書いてあるじゃないですか。もうなんかよく僕ああいうの分かんなくて、なんかグローバルスタンダードとか言ってて結局英語しかやってないのっていうところで、中国語もスペイン語もね、いろいろな言語あって、本当にグローバルスタンダードっていうんだったらいろんな言語ができた方が僕はいいと思うんですけど、まあそういう意味でもなんか私変わった、考え方でもいいし、なんか思考とかも変わってるだろうし、多分日本にいた時より私はもっと開放的になったとか、まあいろいろあると思うんですけど、まあ何かあったら、はいはい、と私は留学を終えてから、うん、結構自分の意見を持つようになって、うんうんうん、それをとにかく人に伝える、ちゃんと伝えるっていうことが一番変化したかなって思ってて、こう日本の教育っていうか、まあ、日本人ってちっちゃい時からこうみんなと同じじゃないといけないみたいな考え方があると思うんですよ。なんかこうみんなと一緒で誰かずば抜けてる人がいるとあいつ変だなとか、逆に変な存在として扱われちゃうっていう感じがしてて、でとりあえずこうみんなと合わせてればこう何ら問題ないかなみたいな感じで育ってきたですよ、高1ぐらいまでは。でも逆にどっちかっていうと海外に行くと、まあ他人というよりかもやっぱ自分の主張をどんどんしていかないといけない、うん、そうね、からこう困ってたとかとしてもこう黙ってちゃ分かんない、うん、なんで言わないの、そう分かんなかったら聞いてみたいな感じのスタンスなんですよ、はい、だからこう困った時はもうこううってなってるんじゃなく、黙ってるんじゃなくて、うん、とりあえずもう言語が伝わなくても何か伝えようとか、うん、自分の意見はちゃんと伝えようとかっていう、うん、こうなんて言うんですか、行動が身についてきたから、うん、だからその留学を得てからは結構まあ何でだろう、今までこう授業とかはもう受け身、うん、もう聞いてるだけフォーみたいな感じだったんですけど、うんうん、まあそれ留学を得てからはこうなんでこうなんですかとか、そう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 っていう、こう積極性が生まれたんじゃないかなっていうふうに、うん、何かとこう先生に聞きに行ったりして、なんか周りの人はみんなこう聞いてるだけなのに自分だけ聞きに行っちゃう人になっちゃった、そうそうそう積極性っていうのがまあ昔に比べたら出てるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、自分の過去と比べないといけないんだから今を、はい、はい、僕の場合で言うと多分マレーシアが一番大きいタイミングだったかなと思うんですけど、はい、まあ、今までずっと両親と実家で暮らしてて、うん、で特に何の苦労もなく生活してきた中でいきなり1ヶ月、いや、まあ、正直牢獄のような本当に牢屋みたいな寮で、大学付属、学校付属の寮みたいなところ、そうです、学校の中で、それはまあどこ行っても劣悪ですよ。マレーシアの今は 東大みたいなところに行ったんですけど、すごい寮の中でスーツケースに入れてたお金が盗まれることとか、やばっ、日本の常識なんて何にも通じませんっていう、騙された方が悪いみたいなような感じの社会で、そうなんだ、そこでも一気になんやかんやこう常識が崩され、うん、あ、なんかこうそこからもうさっきなほちゃんが言ったみたいにいろんなものの見方もちょっと、うん、まあどっちがいい悪いとかではないけど、いろんなところから見れるようになったんじゃないかなと思うし、うん、そこで崩されたからこそその後台湾に来て半年来てまた今回も来てっていうところで何も大したなんて言うんだろう、問題なく過ごせてるんじゃないかな、うん、そこでも下準備ができた、うん、まあ最初の衝撃が大きすぎる、なんかいろんなことに対する対応が早くなった、あ、臨機応変に対応できるようになった、あ、それはわかる、確かに僕もそれはあります。なんか例えば飛行機とかでもなんか乗り継ぎの問題とかで何かこうトラブったとしても、結構なんか日本から来てる旅行の人たちはどうしようどうしよう帰れない帰れない、でもなんか僕とかだったらなんかこう、あ、まあ次の便あるからってこうなんか余裕を持ってなんかこう、あ、空港で遊べるよかったみたいな、空港でなんかブラブラできるとか思っちゃう、なんか他の人はこう深刻なのになんか僕だけこうのほほんとしてるのは多分まあ経験がだいぶ増えたから国際空港とか利用する頻度も、だからなんか将来的に仕事で駐在とか出張したとしても、なんかそこはメンタル的には多分強いと思います。確かに。じゃあ僕は一番大きく変わったことは自分自身の内面というよりかはこうなんか日本に住んでる外国人のこの少数の人たちの気持ちを理解できるようになった。あ、逆にだから自分自身がもちろん国際
グローバルってこう頑張っていろんなとこ行ったり留学して、うん、最終的に思ったのはやっぱ日本にこれだけいっぱいの留学生が来てる現状で彼らへの対応とかがあまりにもずさんじゃないのかなとか思った、うん、はあ、なるほどね。でそれでなんか言語ができるから外国人と話せるんでしょっていう人が結構いるんですけど、別に言語ができなくてもその人たちの気持ちを理解していれば僕は話せると思ってて、だからなんか例えばなんですけど僕の家の実家、うん、日本の実家の近くに最近こう留学生3人が住んでると、そこでこうゴミ出しの問題とかでやっぱりトラブルが発生するか、まあ、したのかどうか分かんないんですけど、うん、その家のポストのところにこうゴミの貼り方を英語でパチッてこう貼って、でも普通それってこう言いに行けばいいのに、やっぱりその地域の人たちは英語が喋れない人が多いから、うん、もうやっぱり Google でこう調べて翻訳をパッペタッて貼って、でもそれを見るともうすごい命令口調で、こうゴミは水曜日出せとか、ゴミはしなんか青い袋に入れろみたいな、うん、なんかまあ分かる、彼らの一番 やってこうすれば一番いいと思ってやったのは分かるんですけど、やっぱりそれは逆の立場になった時に新しい国に留学生が3人住んで3人でシェアハウスみたいなのして、うん、で別にトラブル起こしてないのになんかそういう張り紙をしたりするのは、まあ、ちょっと逆の立場で考えた時に、まあ、僕はあんまり嫌かな、こう嫌かなって、うん、だって頑張ってこっちから生活していこうって慣れようとしてる時にいきなりこうこうしろこうしろこうしろみたいな、だったらその最初に住む段階で大家さんと、まあ、英語喋れる人1人入れて喋ったり、なんかそういう対処があればもうちょっと、やっぱそれを受け取った本人たちもやっぱりえなんか日本の人冷たいって思っちゃったり、絶対何かあると思うので、まあ、日本のおもてなし精神かもしれないですけど、うん、まあ、僕はどっちかというと自分がされて嫌なことは人にするなってやっぱり思うので、特にそれは外国人として海外で住んでると、うん、なんでこんなことしてくんだろうって思うことはやっぱ多々あるわけで、それを理解できるようになったのが留学で僕は一番変わった学べたことかなって思います。綺麗にまとまった感じ。まとまった。こりゃ長いぞ。よし、じゃあ終わり。はい。じゃあ今日はこんな感じで、はい、また、まあ、いつか次回撮りたいですね。はい。もし機会があれば。お願いします。じゃあ、 あの彼の YouTube のチャンネル紹介をどうぞ。ぜひぜひ。はい。はい、基本的には中国語で台湾人の方向けにはやっているんですけど、まあ、これからねどんどん。あの台湾のことを日本にも紹介できたらなと思います、うん、まだ全然そんなにあの大したことはしてないですけども、ぜひぜひこれから見ていただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。下にチャンネルの方も貼っておくんで、あとなんかここら辺に登録のやつを置いておくんで、ここじゃあなほちゃんは大丈夫？あ、私なんもないです。なんもないです。チャンネルないです。新規開拓いやないです。じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。それではバイバーイ。